はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日からね、新学期が始まってということでね、まあ、一緒に子供と通学するという僕のリハビリ生活がまた始まりました。まあ、この夏休み期間中にね、教室にクーラーが設置されてましたね。まあ、僕が小学校だった30年前には、まあ、私立の学校しかね、設置の事実はなかったんですよね。でもまあこの30年間のね、環境の変化で、まあ、国も何かの対策をしなければ、ね、未来がある子供たちにとって危険が及ぼされますのでね、まあ、こういった進み方になってきてるのでしょう。まあ、ところで皆さん、AIoT って言葉をご存知ですかね。AIoT っていうのはね、まあ、AI なんですけど、人工知能と IoT、モノインターネットを組み合わせた、まあ、シャープというね、企業、会社が作った言葉なんですけども、まあ、この AIoT が学校のクーラーに設置されたら、まあ、各教室によってね、AI が自動的に空調管理をリアルタイムで行ってくれるという優れものなんですよね。いや、すごいですよね、ほんまにね。まあ、ていうかね、まあ、温度変化って体にめっちゃ影響を及ぼすんですよね。まあ、今僕は病気になって体でしっかりとね、その影響を感じてますけども、まあ、健康な人でも、まあ、その温度変化で心疾患とか脳血管疾患など、まあまあ、血圧変動による、まあ、作用する病気がね、まあ、気温によって温度によってね、調節することが効果的と言われてます。まあ、例えばイギリスではね、住宅など建物の断熱性向上というのがね、まあ、適切な暖房を国レベルで支持してます。ちなみに日本ではね、室内温度に関する決まりとか法律は一切まだありません。心疾患、脳血管疾患は、まあ、気温が下がるこれからの訪れる冬に急増してます。まあ、室温をね、適切に管理すればですね、心疾患とかをね、起こす確率を下げることができます。まあ、イギリスはね、室温16度以下になると回収命令が出たりとかありますけども、まあ、日本ではまだそんなはありませんし、あとはいいんですけどね、まあ、思うんですけども、あとまあね、そんないろんな情報が飛び交う世の中でですね、忙しい人たちがこれからの日本のためにですね、光り輝く未来が待ってる子供たちのためにですね、学校にクーラーを設置してくれた国に感謝します。はい、といった感じでですね、まあ、このように感じるようになったのもですね、このようにお伝えできるのもですね、皆様のご協力してもらってるおかげでですね、行かせてもらってるからだと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげでですね、患者さんを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。